はい、わかり大トーク、まこねーです。今日も歩いて、収録しながら歩いていきたいと思うんですが、実は収録したのをまた保存しないで消しちゃいました。それで今は8時50分、職場のね、近くの雨宿りできるポイントがあるんだけど、雨宿りというかモンゴルのね、ゲルに似てるような形の、テントがあって、まあ、そこで、雨宿りしながら、まあ、今日ね、すごい雨降ってるから、まあ、誰も来ないだろうと思うんで、ここで、2、30分収録していこうと思ってます。まあ、そんなわけでね、もう今日、収録して帰ろうと思ったので、お風呂洗いながら、まあ、何しよう、何を話そうかなって、まあ、ゆっくり考える時間があったんですけど、ちょっとね、ちょっと前に、この3年間っていうことで、まあ、私16時間断食始めて、だいたい3ヶ月です。3ヶ月で、今日までにだいたい3ヶ月で15キロ落ちてます。はい。うん。まあ、15キロって言っても、この1ヶ月ぐらい、1ヶ月半ぐらいすっごい苦しんでて、まあ、ようやくって感じなんですけど、まあ、15キロ折ってて、まあ、停滞期って言えば停滞期かもしれないし、ただ単に私の生活が不節制すぎたってだけかもしれないんですが、まあ、もともと3年間を目標に16時間断食やってるので、まあ、16時間断食自体は、まあ、3年間終わってもずっと続けていこうと思ってるんですが、まあ、私の生活リズムで生活、まあ、すべてにおいて、しっかりリセットして、なんか新しいことに取り組める、前向きに取り組めるような自分にもう一回なりたいな、と思って、まあ、16時間断食を始めたんです。はい。まあ、そこの中で、3年後までにっていうような、目標を16時間断食の他に、アニソンのジャズボーカリストとして、まあ、人様に呼んでもらえるような、自分になりたいっていうのがまず一つ。うん。まあ、これは一つ。で、二つ目は、トランスジェンダーのダンスユニットを結成して、まあ、それを、まあ、3年後に引退するっていうのが私の目標。そう。まあ、大きく分けてこの三つなんだけど、他にね、まあ、3年っていうのはいい区切りだなと思ってて、まあ、今、積極的に写真をまた撮ってるんですけども、まあ、3年後に、3年経った時に、まあ、この3年間撮り続けてきたシリーズを、まあ、ちょっと、写真集としてまとめようかなと思ってます。うん。まあ、もちろんね、Kindle で写真集発行する分には、まあ、そんな3年間もったいぶらなくてもっていうところなんですけれども、まあ、もしかしてね、気が、変わって半年後ぐらいにまた写真集を作るかもしれません。そう。まあ、でも今のペースの写真の分量だと、まあまあまあ、まあ、半年に一遍ぐらい、写真集できてもいいぐらいな、写真の分量はあるんですけど、まあ、なんたってこのインチキモバイルスマホで撮ってるので、そう、まあ、スマホで見る前提の、Kindle の写真集といえども、あまりにもクオリティ的にちょっとどうなのっていうのが、まあ、正直思ってるんです。なので、まあ、ちょっとね、要検討みたいな感じでやってます。はい。まあ、その中で、3年経った後はどうしようっていうのを、ちょっとね、考えてたんです。はい。まあ、それを今日のメインテーマにしたいんですが、まずね、その前に一番の、ジャズアニメボーカリストが、まあ、呼んでもらえるっていうのは、まあ、どっちかというとこんなイメージよ。まあ、イベント、長岡ももともとイベントが多かったって言うんだけど、まあ、まあ、イベントで、ステージイベントってあるわけです。そのステージイベントに出ませんか、よかったら出ませんかみたいな感じで呼んでもらえるっていうようなイメージです。はい。まあ、なので、まあ、もちろんね、自分から出させてくださいって言って行っても、行くことが前提なんですけど、そう、どうぞって言ってもらえるような、まあ、環境に、
ね、つけていきたいなと思ってます。あとは、昨日ね、帰りに警察に行って、路上ライブするにはどうしたらいいのっていうふうに聞いてきました。まあ、具体的なことは、ちょっと昨日日曜日で、当直の人しかなかったので、詳しく聞けなかったんですけども、まあ、1、2週間ぐらい前でいいので、電話でもいいので、1、2週間前に電話でいいので、警察に、窓口あるので連絡してくださいと。まあ、そしたら許可はすぐ出ますからというお話でした。そう。となれば、まあ、1週間に1回とか2週間に1回ぐらい、駅前の噴水の前、奈良岡の、ね、駅前に噴水があるんですけど、噴水の前でカラオケライブも、まあ、できることはできない、できることはできるんだなっていうことが分かりました。うん。そして、まあ、アニソン、まあね、路上ではアニソン中心に行こうと思うんですけども、それと同時に、やっぱり人前で歌う経験値があってこそだと思うの。うん。まあ、そこで、こんなこともやりたいなと思って、まあ、1、2週間に1回ぐらい、長岡中の老人ホームを順番に慰問していこうかなと思っています。まあ、老人ホームといえば、まあ、若ければ60代から、上の方は、まあ、100歳近くの方までいらっしゃるので、そう、私が74年生まれで、まあ、40歳ね、うん、永遠の43歳だけど、そう、となると、65、そうね、65、まあ、昭和30、昭和40年代なく、違うな、昭和30、20年代から、まあ、昭和全般の歌が、まあ、突き刺さるような年齢の方かなとか思ってて、まあ、そこ用にちょっと曲を、選び、老人ホームのじいちゃんおばあちゃんたち向けの慰問も、まあ、したいななんて思ってます。まあ、そうする中で、人前で歌ってるうちに、まあ、いろんなことが成長することでしょう。やっと風治ったよ。やっと本来の声なんですけど、うん。で、まあそうやっている、そうやって活動しているうちに、まあこんなこともあるかななんて思ってて、まあ妄想よ、妄想、妄想。そう。私はさ、オカマバー、まあニューハーフの店で働いてたけども、過去に数回、コンパニオンで、お仕事したことあります。はい。まあ、コンパニオンって言っても、普通の女の子と一緒にコンパニオンをやるみたいな感じで、まあ、コンパニオンの会社に雇われたとか、所属したっていうことじゃないんですけどね。まあ、コンパニオン的に呼ばれるようなお仕事もしたいなと思ってます。まあ、お祭りとかでもいいし、会社の飲み会とかでもいいし、仲間同士のイベント、グループ飲み会とかでもいいんですよ。そう。まあ、例えば女子会の盛り上げ役として、呼んでもらえるとかね。そう。まあ、それは、ご自宅でもいいし、飲み屋さんでもいいし、どこでもいいと思うんですよ。まあ、場を盛り上げるというか。うん。まあ、そんな感じで呼んでいただけるようなお仕事を、したいなと。それが、まあ、それら辺が全部含めて、まあ、ジャズアニメ、アニソンボーカリストとして呼んでいただきたいっていうのが、まあ、一番目。そう。二番目の、トランスジェンダーとしてっていうのは、まあ、この狭い長岡で、堂々とトランスジェンダーですって言って、まあ、生きてる人がどれくらいいるかっていうのは全然わかんないの、正直。うん。まあ、でも私がトランスジェン、まあ、私クイアだけど、まあ、トランスジェンダーとクイアの違いをはっきりわかる人なんて、ほんとね、当事者ぐらいなもんだから、そう、まあ、可愛い、私は可愛いよ。私は自分では可愛いと思ってるけど、そう、一般的に、可愛い、トランスジェンダーの分類に入らないと思うの。そう。まあでもトランスジェンダーだからって、みんながみんな可愛いわけじゃないし、みんながみんな綺麗なわけじゃないから、まあそんなのいいと思ってて、そう、私自身がトランスジェンダーのダンサーなんですっていう立ち位置で、アニソン中心のダンスをいろんなところで披露できしたいなと思ってます。そう。それは、3年後に引退っていうことを考えてます。はい。うん、ジャズボーカリストは継続するかもしれないけど、ダンサーは引退って考えてるんですけど、まあ、場合によってはね、最後まで一人ダンサーで、まあ、一人ダンサーだったら継続するかもしれない。そう。一人ダンサーじゃなくて、何人かグループになってたとしたら、その時で私はグループ活動はやめますって考えてます。
はい。あ、そしてまあ写真に関しては、まあさっきちょっと喋った通り、まあそうなんだけど、じゃあ3年後どうしようかっていうのをちょっと妄想しながらお掃除してて、まあお風呂のお掃除ね、もう3年ぐらいやってるので、まあ体に馴染んでて、今日はここをこうしてこうしてっていうのはもう何にも考えなくても手足動くの。そう、だからそのお仕事の間はずっといろんなことを考えて妄想してます。前は妄想したことをもう逐一ノートに書いてたんだけど、ノートに書いてると、まあノート書きに行くっていうだけでなんかちょっとめんどくさくなってきて、最近は、妄想したことを、ボイスレコーダーで、喋ったり、まあメモするのとそんな変わらないけどね。あとは、その時妄想してても、ちょっと時間経つと忘れちゃうってこといっぱいあるじゃないですか。忘れたものは忘れたものでいいやっていうようなスタイルで、仕事をします。なので、まあ、私にとってのお風呂のね、5時半からだいたい8時半だから、3時間もやってるかなっていう気もするぐらい、なんか、もう自然の流れでやってるんですけども、まあ、それは、貴重な私のシンキングタイム。シンキングタイムでいい。まあ、妄想タイム。ごめん。よくわかんない横文字が便利そうに思えて、まあ、使ってみた。でも、無理だった。まあ、妄想タイム。シンキングタイムって何だったかな。でも、考え中みたいなもんだよね。まあ、それで、考えたら、まあ、じゃあ3年後どうしようかって時に、まあ、3年後やってみたいこと、もうあるの。3年後。まあ、長岡にいるならっていう前提かもしれないけど、まあ、3年後は地域に向けた情報発信をやりたいなと思ってます。はい。まあ、それは、私ね、自分で言うのもなんだけど、そう、まあそうだな、インフルエンサーという言葉があまりまだ浸透しなかったこと、大体、8年くらい前かな、7、8年くらい前は、多分、インターネット上の情報発信という意味では、長岡屈指の発信力を持ってたんです。はい。そう、それは、長岡市のフェイスブックグループ、長岡市グループっていうのを私が立ち上げて、まあ、そこを中心に情報発信、自分で、まあ、自分のね、立ち上げたグループなんで、まあ、自分でやってたっていうこともあるんですね。で、まあ、フェイスブック中心に、まあ、いろんな、発信する SNS を使いこなして、あれこれやってたので、まあ、それなりの、フォロワーもいたし、それなりの情報発信もしてたんだけど、まだね、世の中がインフルエンサーを利用して、お互いに、相互関係のビジネスを構築しようみたいな、そういう仕組みになってなくて、そう。だから、まあ、まあ、私のところに、こういうのをちょっと情報発信協力してもらえないっていうのは、協力しても、まあ、それに対してお金をもらったりっていうのは全然なかったです。そう。まあ、そんなのもあってなんだけど、まあ、あれからもう、7、8年経って、すごく情報発信がまた複雑になり、やり方も変わってきて、で、まあ、インフルエンサーっていう職業自体がもう、認知されるような状況になってきたっていうことに、まあ、ぶっちゃけ、悔しくもあり、羨ましくもありっていうところもあって、あるんです。まあ、そこで、3年後は、地域の情報、長岡にいるのはね、3年後は地域の情報発信を、ちょっと集中的にやってみたいなと思ってます。まあ、どういうふうなやり方をするかっていうのは、ちょっと何とも言えないんですけれども、まあ、それを3年後にやるために、自分のブランド力を高めていくってことが、まあ、ジャニーズアニメ、ボーカリストだったりとか、トランスジェンダーの、ダンサーだとか、っていうことなのかなっていうふうに認識しています。はい。だから、まあ、活動しながら、徐々に、まあね、それはね、もう今から、3年後の情報発信をしていく、3年後にメインで情報発信をしていくということを前提にした地域のインフルエンサーの私のアカウント作りを、まあ、これから準備して、徐々に、活動を広げながら、まあ、3年後から本格的にそれを始めるということを考えています。はい。まあ、それは YouTube、Instagram、TikTok、Twitter は、まあ、ターニブログみたいな感じですね。
うん、そう、それも一人じゃやりきれ、一人じゃ、まあ、あの継続的にあのしっかりやっていけるっていうこともないと思うので、まあ、ちょっとね、それはまた違うことを考えてるんですけど、その、一人でやっていくっていうんだったら、まあ、この3年間にコツコツやっていって、まあ、あの状況を見ながら作っていくっていうのを考えてるんですけど、まあ、そこから一歩進んで、うんと、地域の情報発信をね、地域の情報発信をもうちょっとあの、特定の、ものすごくあの発信力あるインフルエンサーに頼らなくても誰でもがあのあのそんなにたあの金額がかからずにあのお手軽な金額で、大人数に発信できるような仕組み作りをちょっとして3年後作っていきたいなと思ってます。まあ、そのアイディアもあるんですけどね。そのアイディアの前にはまず自分自身が発信力をもう一回取り戻さないとということで、まあ、3年間ポツポツやっていきたいなと思ってます。うん、まあ、そんなことをね、お風呂を入りながらあの考えてたんだけど、まあ、それをね、お風呂の中でブツ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 、話しててもあのどうしようもないので、そう、まあ、今日お風呂終わった後に雨降ってて、まあ、ちょうど収録もまだ終わってなかったってことでお話ししてるんです。はい。うん、まあね、まあ、やり終わります。うん、やり終わると思います。そう。決して、今始めたからと遅いわけでもなくて、まあ、いろんなやり方があると思うんですが、まあ、ちなみにね、そう。私が使ってる、チャット AI のソフトで、まあ、検索したところ、まあ、地域限定のインフルエンサーになる方法を模索している、何か提案が欲しいっていうふうに、話したところ、こんなふうに言ってきましたね。地域限定のインフルエンサーになるためには、以下のような提案があります。1、地元に特化したコンテンツを発信する。地元に密着した情報や、地元の文化や風習、グルメなど、地元ならではの情報を発信することで、地域住民からの支持を集めることができます。なるほど。2、地元イベントや店舗を紹介する。地元で開催されるイベントや地元のお店を紹介することで、地域住民からの信頼を得れます。また、そのお店やイベント主、主催者から、協力も得られる可能性があります。まあ、それもその通りだね。3、地元に根付いた活動をする。地元のイベントやボランティア活動、地元の問題解決に向けた取り組みなどの地域に根ざした活動をすることで、地域住民からの信頼を集めることができます。そうね。うん。で、4、SNS の活用ということ。まあ、これはね、これら1、2、3をやっていく上で、まあ、SNS の活用っていうのは、まあ、当然のことですね。はい。まあ、こういう方法を、まあ、やっていこうと思うんです。まあ、基本的には、まあ、この通りですよね。そう。まあ、世界中から注目を集める、インフルエンサーになりたいとかじゃないわけですよ。そう。長岡市、まあ、近隣長岡市、いや、長岡市近隣の人からの情報を、コネクトできるインフルエンサーになりたいわけだから、まあ、こういった地域に根ざした活動。まあ、そういう中では、やっぱり私が露出するっていう活動はやっぱ重要ですよね。うん。そう。まあ、そんなわけで、今後、どういうふうにやっていこうかなっていうのは、また妄想しながらやっていきたいと思います。といってもね、私の今の妄想が全部じゃなくて、まあ、突然、いや、まあ、ね、今日歩きながら帰る、歩きながら、ふっとなんか、いや、なんか違うな、なんて思うこともあるし、そう。でもなんか、この路線が、私がね、お月様、新月にね、新月にお願いしたときに、私自身もなんでこんな提案を、が降りてくるのかなと思ったんだけど、うん、私はね、言葉は結構上から降りてくるタイプで、自分で考えてるっていうよりも、なんか、勝手に言わされてるっていう感覚の時あるの。そう。まあ、今日もそんな感じだな。うん。まあ、それで、まあ、これがやりたいのかな。私が、とりあえず、ここ数年、まあ、6年だよね。まあ、3年、6年で、まあ、やるべきことはこんなぐらいな感じ、これをやれって、まあ、言われてるのかな、なんて思ってます。うん。まあ、私生活とか、いろんな部分で、社会、私生活、社会性で、まあ、いろんな意味で私は結構ボロボロで、
叩けば叩くほど埃が出るようなところいっぱいあるんですけど、まあお名挽回はできなくても、なんか私を育ててくれた長岡に何かしら恩返しができるのなら、それはやるだけの価値があるななんて思っています。はい、さらにね、まあそれでさらにね、3年後16時間断食終わって、でその3年後にまあその活動をして、そのさらに3年後にはまたやってみたいこととか目標にしているものなんかもあるんですが、それはちょっとね遠い話しすぎて飛躍しすぎて、ちょっとここでまだ喋るにはちょっと私自身も抵抗あるので、まあここまでにしたいと思うんですが、うん、皆さんもね、なんか自分で3年ってまあいい区切りだと思うんですよ。3年後までになんていう目標がなんかあるようだったら、ぜひはねコメントにお書きください。まあコメントに書いていただいた上で、ぜひね私とコラボしましょう。はい。コラボっていうのは、まあ、ズームでもいいですし、まあ、会議ツール使って、お互いに、情報交換を、収録し、まあ、それを配信するという感じですね。はい。でですね、まあ、その中の一環として、まあ、地域の情報を発信する、まあ、お町もそうなんですけど、Google マップを活用した、長岡、路地裏長岡、マッピングみたいな、そんなこともやってみたいと思っています。というのは、長岡の街中にもいっぱい店舗があるんですけど、長岡もね、住宅密集地って結構、まあ、新興住宅地もいろいろあって、まあ、どこの地域もそうですけどね、そんな街中にちょっとした、小料理屋さんとか、ちょっとした居酒屋とか、まあそういうところは結構あるんですよ。そう。まあそういうところを、Google マッピングでマッピングし、さらにそこを、ご紹介するみたいな、動画なんかとか、長岡市にたくさんあるイベントなんかを、まあ主催者の人をね、事前に取材し、事前にこういうイベントですよっていうのを、収録させてもらって、まあ当日、まあ、写真動画を含めて、会場を撮影させてもらい、まあ、終わった後に、感想なんかをまたもう一回収録させてもらう。そんな、まあ、一つのイベントで三部作みたいな、動画も撮ってみたいなと思っています。で、あとは、まあ、YouTube にある街ログのパクリみたいな、長岡に、お住まい、長岡の方に、インタビューするような動画も撮っていきたいと思うんですが、まあ、それはね、多分、キルビル放送局の枠組みでやっていいのかどうかなっていうふうにちょっと思ってて、キルビル放送局っていうタイトルもいいんですけど、タイトルはね、私気に入ってるんだけど、そう、キルビル放送局でいいのかな？まあ、別のチャンネル名がいいのかどうかちょっと悩んでるんですが、ヒルビル放送局はヒルビル放送局としてちょっと残しておきたいなっていう気持ちもあって、まあ、自分の思ってることをお話しできるしね、うん、で私が言っちゃってることは結構毒々しいこともあるじゃない。そう、ガチに女性を非難してみたりとかさガチに男の人を非難してみたりとか、そう、これはまあなんだろう、ジェンダー問題とかに鋭く突っ込むような人だったら、まあ、突っ込まれまくりみたいなところもあるので、まあ、それはちょっとどうかなと思ってて、もしかしたらそこに合わせたチャンネルを別に作って新たなスタートっていう感じにするかもしれません。まあ、そんなわけでですね、まあ、この本を考えてるっていうのを私のアウトプットも含めて今日は収録させていただきました。そう、まあ、寒くはないんだけど、すごい雨降ってて、まあ、こん中の橋を渡ると思うと、ちょっとげんなり。で、なので、まあ、ちょっと、もうちょっと雨宿りしていきたいと思うんだけど、雨宿りしながら、まあ、PD に M キャットも撮っちゃうっていうのもあるけどね。そう。まあ、今日喋りたかったのはここまでなので、まあ、この後 M キャストって言っても、まあね、ちょっと、パッとアイデアも出ず、そう。
こんだけ降ってると歌いながら歩いててもスマホビショビショになっちゃってなっちゃうから、まあそうするとまたね、このあのダメスマホがまた壊れちゃうかもしれないので、まあ今日はあの濡れないところにスマホをしまって音楽を聴きながら、まあ橋を渡って帰りたいと思います。まあちょっとまだね、ちょっと喉の裏がガラガラしてますけど、まあ声はね、声は普通の鼻声よりはちょっと前よりも、この1日2日前よりはずっといい。喋ってるうちにちょっと鼻声になってきたかな。うん。まあ、そんなわけで、また、今度。また明日でいいか。たまたまね、この収録と配信が別の日に、週末が重なってても気にしないでください。そんなわけで、また、ね。バイバイ。まこねえでした。